ただいまから記者会見を行います。本日の発表は10件でございます。それでは総務政策部長が発表いたします。部長お願いいたします。おはようございます。報道機関の皆様方にはご対応の中お集まりをいただきありがとうございます。今ほど秘書広報課長からありました通りでございますので、私総務政策部長の荒川と申しますが、私から発表をさせていただきます。日頃よりさまざまな方針の取り組み状況を広く発信いただいておりますとともに、市政発展にご協力をいただいておりますこと、心より感謝申し上げます。さて、この度大東建託株式会社様が毎年実施しているいい部屋ネット街の幸福度ランキング2022が発表され、本宮市が福島県1位となりました。本調査は大東建託株式会社様が全国の20歳以上の男女から居住満足度調査を行い、県内においては7506人からの回答をもとに10段階の得点を設け、偏差値を算出した結果、町の幸福度ランキング県内1位となったものであります。本宮市は東日本大震災、令和元年東日本台風、そして福島県沖地震などの災害に見舞われ大変な思いをしている状況の中、ここ本宮に住んでいただいている皆様に投票していただき、大変ありがたく感謝を申し上げる次第であります。引き続き住んでいる皆様が幸福を感じていただけるよう、住んでよかったと思える街づくりに努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。それでは次第により発表させていただきます。発表項目の1番目です。白沢公民館及び周辺施設のリニューアルについてでございます。白沢公民館の改修につきましては、現在改修工事実施設計を進めているところでありますが、この度完成予想図パースが完成いたしました。主な改修内容については、白沢公民館中央部にエレベーターを設置し、1階については和室と研修室を、2階においては大ホールとロビーをそれぞれ増築し改修するもので、大ホールには283席の固定座席を設置するものです。また避難所としての機能充実のため、シャワー設備や太陽光発電並びに蓄電設備、非常用電源設備を設けます。なおこの改修にかかる予算については約7億円を見込んでおり、12月定例議会におきまして追加議案として提出させていただく予定となっており、来年12月の完成を目指してまいりたいと考えております。詳細につきましては資料1をご参照いただきますようお願い申し上げます。次に、白沢公民館敷地内に電気自動車充電設備を設置いたします。本市は脱炭素社会の形成を目指し、2050ゼロカーボンシティ宣言を行わせていただいております。その推進方策の一つである電気自動車の普及に伴い、電気自動車充電設備の必要性も高まっていることから、新たに電気自動車充電設備の設置を計画しております。現在市内における民間の電気自動車充電設備は5箇所ございまして、すべて本宮地区であります。また公共施設において一般の方が利用できる電気自動車充電設備は市役所本庁敷地内の1箇所のみとなっており、白沢地区では民間を含めまして一般の方が利用できる電気自動車充電設備がない状況となっております。このようなことから、白沢地区内に電気自動車充電設備1箇所の設置を計画したものです。設置場所につきましては、利便性と管理運営に配慮いたしまして白沢公民館の敷地内を予定をしております。
詳細につきましては資料2をご参照いただきますようお願い申し上げます。さらには白沢カルチャーセンター改修についてです。令和3年福島県沖地震により被災いたしました白沢カルチャーセンターについては現在実施設計を行っており、文化財、民族、芸術資料及び行政公文書等の収蔵施設としての改修を進めておりますので、改修を行う白沢公民館を中心に現在工事を進めている白沢夢図書館の整備、さらには白沢カルチャーセンターの改修、電気自動車充電設備の設置と一体的にリニューアルを進めまして、白沢地区における障害学習の拠点として市民の皆様にご利用いただきたいと考えております。次に報告事項の2番目です。本宮市消防団白沢第五分団豚舎建築についてであります。既存の白沢第五分団豚舎については築38年と老朽化していることから、新豚舎建築につきましてこれまで消防団本部および地元分団の皆様と協議を進めてまいりました。この度建築計画がまとまりましたのでご説明を申し上げます。新豚舎の概要については、長屋分館駐車場の敷地内に木造一部鉄骨造りの平屋建てで建築面積 108.29 平方メートル、消防積載車1台が収納できる車庫と和室14畳の詰め所、また将来の女性参画やジェンダーレス社会を考慮いたしましてトイレは2箇所を整備する計画でございます。さらに有事の際に利用可能なハイブリッド型の発電機を合わせて整備いたします。また既存豚舎については新豚舎の完成後解体をいたしまして長屋軍艦の駐車場として整備をする計画であります。消防豚舎は地域の消防防災の重要な拠点であります。来年10月完成を目指し市民の皆様の安全安心の確保を図ってまいります。詳細につきましては資料3をご参照いただきますようお願い申し上げます。次に報告事項3番目、本宮市プレミアム付き商品券発行事業第2弾についてであります。本宮市プレミアム付き商品券につきましては3000セットを販売いたしました第1弾が大変好評いただいたことから第2弾といたしまして追加で1万セットの募集をいたしましたところ7753名の方から計2万129セットと大変多くの応募をいただきました。このことから商工会におきまして抽選を行い当選された方には引き換え券を発送いたしました。この商品券は今月の18日から来年2月17日までの4ヶ月間にわたりまして市内約570店舗で利用できることとなってございます。市ではこの商品券発行事業を通してコロナ禍における原油価格物価高騰対策として家計の一助とするとともに市内店舗における消費関係に喚起につなげまして、さらには市内経済の活性化に寄与してまいりたいと考えております。詳細につきましては資料4をご参照いただきますようお願い申し上げます。次に報告事項の4番目です。新型コロナウイルス感染症対策についてであります。新型コロナウイルス感染状況について県内では先々週から急激に新規感染者が拡大しており、全国的な増加傾向を踏まえまして県においては第8波に入ったとの認識を示しております。市におきましても感染予防スローガンを第8波襲来注意徹底予防で感染撲滅に変更し、引き続き市民の皆様や事業者の皆様へ換気や正しいマスクの着用、手指の消毒など基本的な感染対策の徹底と二次感染を広げない取り組みをお願いしております。また本市においては積極的に抗原検査を活用いたしまして感染者の把握や拡大防止につなげております。10月下旬に行われました本宮秋祭り、
また今月13日に、開催いたしました白沢秋祭りにおいても担ぎ手の皆さんや子どもみかしの参加者の方々、さらには運営スタッフに対しまして、お祭り前後に抗原検査を行っていただいたことによりまして、安心してお祭りへ参加していただけたほか、このお祭りによって感染状況が悪化することはなかったというふうなものでございます。今後とも積極的に抗原検査を活用し、感染拡大、これを封じ込めてまいりたいと考えております。次にワクチン接種につきましては、12歳以上の方の3回目以降の接種について、9月末よりオミクロン株対応ワクチンに切り替えて接種を行っております。また生後6ヶ月から4歳までの乳幼児接種も今月10日から予約を受け付け、16日より接種を開始いたしました。保護者の皆さんにはお子様の感染予防のためにも接種を検討していただきますようお願いいたします。なおワクチンの接種率につきましては資料をご参照いただきたいと思います。これから寒い時期を迎えまして、インフルエンザとのダブル流行というものも懸念されております。引き続き基本的な感染対策の徹底と積極的なワクチン接種を訴え、感染予防に努めてまいります。次に報告事項の5番目です。非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてであります。ウクライナ情勢や円安等による電力、ガス、食料品などの価格高騰により、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等への物価高騰対策として、1世帯当たり5万円の現金給付を進めております。対象は令和4年度住民税が全員非課税である世帯、並びに予期せず家計が急変し非課税世帯と同等の世帯約2400世帯を対象に、すでに申請を受け付けております。今月末より給付金の振り込みを開始させていただきまして、年末を迎える前に対象となる世帯の皆様へ速やかに給付金をお届けしてまいります。詳細につきましては資料6をご参照いただきますようお願い申し上げます。次に報告事項の6番目です。出産・子育て応援交付金についてであります。妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近な相談に応じ、さまざまなニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実し、経済的支援を一体として実施するため、国において出産・子育て応援交付金が創設される予定であります。今月の22日に国による説明が行われ、支援の概要が示されました。支援の概要といたしましては、妊娠届出時並びに出生届出時にそれぞれ5万円相当の経済的支援を行うもので、令和4年4月に訴求して支援するものであります。なお本市におきましても早急の支援に向けまして準備も進めてまいります。詳細につきましても資料7をご参照いただきますようお願い申し上げます。続きまして報告事項7番目です。中央公民館耐震補強改修工事の竣工についてであります。今年4月から進めてまいりました中央公民館耐震補強改修工事が今月10日に竣工し、11日から供用開始いたしました。工事期間中は利用者の皆様に大変ご不便をおかけしましたが、中央公民館にエレベーターを設置させていただいたことから、高齢者の皆様や障害をお持ちの方も2階への上り下りがご負担なくできるようになったと考えております。また今回の工事では隣接するサンライズ本宮の外壁塗装工事も行わせていただき、中央公民館とサンライズ本宮を一体的に施設として外観をリニューアルいたしました。障害学習の拠点施設であると同時に、文化芸術に触れる施設として、今後もお子どもから高齢者まで多世代の方々にご利用いただき、市民の皆様に愛される施設となるよう運営に努めてまいります。次に報告事項8番目です。浅草寺首都圏販売についてであります。11月26日と27日、昨日と一昨日の両日、
東京浅草の浅草寺境内で観光物産展を開催いたしました。この観光物産展は浅草寺様のご協力によりまして本宮市、二本松市、大玉村の三市村と福島県と足立地方の観光物産展と題して震災や原発事故の風評払拭を目的として毎年開催しておるものです。会場では感染防止対策を十分行い観光情報や食の魅力などを PR することができました。本市からは本宮産品首都圏販売促進協議会に加入する13の事業所が出展を行い各ブースで農産品や特産品を販売し好評を得たところであります。なお初日の開会式では本市から浅草寺様に長芋を記念品として贈呈させていただきました。両日とも多くの来場者が訪れ出展ブースでお買い上げいただいたことから首都圏における本市の魅力についての情報発信ができたものと考えております。次に報告事項9番目です。令和4年第6回本宮市議会定例会提出議案についてであります。令和4年第6回本宮市議会定例会が12月1日から開会されますので上程いたします議案等につきましてご説明を申し上げます。議案等はお配りさせていただきました議案書の国案件の通りであります。今回の補正予算の規模については一般会計が3億4694万1000円その他の会計が7282万1000円となり全会計合計で4億1976万2000円の補正予算となっております。一般会計補正予算の主な内容等につきましてご説明を申し上げます。一つに、電気自動車充電設備工事および本宮市消防団白沢第五軍団本省新築工事これにつきましては先ほどご説明させていただきましたが事業費につきまして一般会計補正予算に計上させていただいております。2つにさらなる定住促進を図るため本宮市宅地造成奨励金並びに多世代ファミリー仲良し奨励金を3つにご寄付をいただきましたふるさと納税寄付金を積み立てるためふるさと本宮応援基金積み立て金を4つに障害者及び障害児の福祉サービス利用が増加していることから障害介護給付費並びに障害児給付費を5つに新型コロナウイルスワクチンの接種期間延長に伴いましてコールセンター運営委託料をそれぞれ計上いたしました。その他の議案といたしまして専決処分の承認が1件条例の一部改正及び廃止が3件であります。以上で令和4年第6回本宮市議会定例会の議案等の説明とさせていただきます。最後に令和5年2月3日任期満了に伴う本宮市長選挙への立候補についてであります。これにつきましては、9月定例議会の一般質問におきまして高松市長が4選への出馬を表明いたしましたがマスコミの皆様へお話をすることがなかったので改めてこの場で表明をさせていただくという予定でございました。ということでご理解を賜りますようお願いをいたします。以上で発表を終わらせていただきます。